Buongiorno, oggi sono a Albergo Monastero di Santa Rosa. 皆様こんにちは。私今日アマルフィ海岸から少し上に登りました。ホテル、五つ星ホテルでございますが、モナステロディサンタローザのパノラマテラスに来ています。ご覧ください。ここは高台にありますので、これコンカデイマリーニという少しアマルフィから上がったところにある美しいこのサンセットテラスというところに来ています。このホテルすごく小さなホテルなんですけれども、5年前に改装されたばかり、もともと修道院だったところをこれだけ美しく改装して、向こう側にはアマルフィの町やミノーリやマイノーリの町が、マイオーリの町が見えています。真下を見るとこれだけの断崖絶壁の上に立っています。そしてテラスの向こう側にはこちらの素晴らしいプールがあるんですよ。このプール、もちろんホテルの人しか入れませんけれども、ちょうどこちらがもともと修道院だったところのホテルで、下がレストラン、バールになっておりまして、さらにガーデンが続き、ご覧ください。このまるで砂浜のような色をしているこのプール、ちょうど向こう側が滝になっておりますので、ですから水が向こう側に消えていくような、そんな美しいプールが自慢のホテルです。割と少人数の小さなホテルですから人も少ないですね。こんなところでアマルフィのバカンスをお過ごしになってはいかがでしょうか。それでは、アリベデッチ。